はい、天国姫紀子、高田姫、こちらにはですね、一門高田のですね、街中にあります、天水の墓所、天水というのは法名ですので、まあ、一般的にはですね、徳川秀忠公の三女、まあ、母はもちろんお坊の方ですね。で、後に松平忠直、越前ですね、の方の正室となり、その子供が光長公。で、光長公はですね、福井の方から、まあ、こちらに忠直公が改起になってしまってですね、こちらの高田藩を継承するということになりまして、でその母である、天水もこちらに墓所があると、そういうことで高田にお墓があるという形ですよね。もともとこの方は名前は勝姫様と呼ばれていてですね、まあ、地元では高田様、高田姫、入り口に高田御前って書いてありましたけど、まあどれでもいいと思います。まあ、基本的に勝という名前が本名というか名前ですね、お姫様ですから。はい、で、まあ、兄弟が多くてですね、家光公の、姉になります。で、前田家に嫁いでる玉姫様の、妹という形になりますね。まあ、兄弟ちょっと多いんで、ちょっと系図ないとごちゃごちゃしちゃうんで、あまり詳しくは今触れませんけど、この方はですね、まあ、元々その結城家、越前福井ですね、徳川家康公のですね、次男の、秀康公の家系になるんですけども、その方とですね、子供で忠直公という方がですね、いらっしゃったんですけど、まあ、ご乱行ということで、まあ、先ほど松寺忠輝というところでも話しましたけども、まあ、身内でもですね、かなり近い身内でも、そういったことがあり、徳川忠長にしてもですね、大大名の改易と、しかも審判系、もう一族ですよね、将軍家の一族ともいいっていう方たちの改易が続いたちょっと時代でですね、まあ、そのご乱行っていうのもちょっとよくわからない部分があるんですけども、まあ、いずれにしてもですね、高田に移されるということでですね、まあ、福井藩というのはもちろんその後も続くんですけども、一応本家筋というか、その子供である、光長公ですね、その、まあ、嫁ぎ先であったと、まあ、後のもっと後になりますけど、まあ、そしたら光道公ですね、まあ、いろいろ後継問題とかがあってですね、まあ、非常に分かりにくいということで、天水院のお墓はですね、もっと東京の方にもありますけども、まあ、一応こちらが地元のお墓ということで、特にその子供の光長公がですね、慕っていたというか母親なんで、こちらにちょっと、まあ、いわゆる後に越後騒動って呼ばれた事件ですよね、まあ、上騒動は他にも いくらでもあるんですけども、まあ、その福井から続いてるですね、なんか立たられてるんじゃないかと思うぐらい続けての、騒動ということで、まあ、結果的にこの方はですね、まあ、1672年ですから、まあ結構高齢ですよね、70代まで来たということで、こちらにお墓があります。ちょっと見てみましょうかね。まあ、浅井三姉妹紀行でですね、お坊様をもちろん追ってますし、その関係でもあるという今回の訪問になりますね。大きいお墓ですねって言って、いつも見上げるような、こんなに大きいんですか。あ、ね、2つありますんで、ちょっとね、これは読めないですね。まあ、老いの御門が入ってるんで、ちょっと崇めるような感じになりますけどもね。こう2つあると、あまりがね、ちょっと住宅街でちょっとびっくりするような大きなお墓ですよね。入り口のところでもね、紹介されてましたけども、まあ、天水のお墓ということでですね、まあ、こちらお寺の墓域なんですけど、周りはちょっとこう住宅地化してで都市化してですね、周りにちょっと一般的な、お家が移ってしまうんで、このぐらいにしております。はい、天水院、高田姫のお墓でした。